にちは、ビーレジェンドの辻本です。ビーレジェンドのダンです。今日はビーレジェンドのダン君と腕立て伏せ対決をさせていただきます。お願いします。お願いします。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではですね、今日はですね、腕立て伏せ対決ということで、ダン君に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回の、動画でですね、腕立て伏せの、動画と、自重トレーニングの動画も上げさせていただいたんですけれども、やはりですね、自重トレーニングといえば腕立て伏せというところで、腕立て伏せ、最近ね、行えてないんですけれども。最後いつやったでしょう。はい、実際本当に何回できるのかなというところの話からですね、今回じゃあちょっと対決してみようかという形で対決シリーズさせていただきたいと思います。ルールは簡単で、こうプッシュアップバーでですね、顎つき、顎つきまで行って潰れた方が負けというところで、自信のほどはどうですか？だって地面に手つくよりも可動域がさらに広いってことですからね。はい、結構多分きついと思います。普通で、何回できるかなっていう。何回できるでしょう。20回は行きたいですね。20回ぐらいかもしれないですけどね。ではやっていきましょうか。お願いします。はい、いやこれいけます。はい、ちょっと待って。この時点で怪しいなっていう気持ちに。せーのでいきましょう。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、俺だっけ、19になってます。はい、20、回数が分からないですね。21、痛い、20、痛い、23、24、25、26、27、めちゃくちゃきついですね、プッシュアップ。めっちゃ張りましたね。35ですかね。35と僕何回でした？33、32、いや、1回、もう回数覚えてないですね。やばー、痛い。これ僕あさって胸トレやのにできないですね。あさってオフ決定ですね。ということで、はい、腕立て伏せでもね、この限界まで追い込めば、これでも久々にこんだけ追い込んだかなっていうぐらい大胸筋がパンパンっすよね。5分もないぐらいでですね、追い込みますので、やられてない方久しぶりにやっていただくと、いい刺激になると思いますので、35回ぜひ破ってください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の動画が参考になったという方は
グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ビレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また公式サイトの方でも新商品やセールのご案内しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。